新型コロナウイルスの影響で厳しい状況が続く飲食店。そんな中、企業が飲食店を支援する動きも広がっています。好きなお店を社員食堂にしながら飲食店を支援できるサービスとは。大阪市福島区にあるデザイン会社クヌム。従業員6人の会社で、主にウェブデザインなどを行っている会社です。お昼行きましょうか。行けますか。お昼行ってきます。お昼時、社員らが向かったのは大阪市福島区にある焼肉店。社員らはスマートフォンでメニューを選んでいますが、すいません、ビーフ飯で、はい、これを2人分。はい、こちらタップお願いいたします。はい、スライドしていただいて確認ですね。はい、はい、こちらで完了です。はい、お願いします。でご用意させていただきますね。はい、失礼します。ビーフ飯って何ですか。会社の福利厚生の一環で、チケットをもらってただでお昼が食べれるようなシステムです。このビーズ飯、どんなサービスかというと、導入企業は社員に食事ができるチケットをスマートフォンで配布。社員はそのチケットを使い、サービスに加盟している飲食店で食事をします。導入企業がチケット代金と 10% の手数料を加えたものを運営会社に支払い、運営会社から飲食店には売上がそのまま支払われるというサービスです。利用者はサービスに加盟している全国およそ1万5000店の飲食店の中から、自分が利用したい店で食事ができ、飲食店をまるで社員食堂のように使うことができます。相当リフレッシュになってると思います。いつもなんかやっぱり決まったところになってしまうんですけど、こういったことでなんか新しいところに行ってみようかなと思えるので、活用できるなと思います。はい、また飲食店がサービスに加盟するのは無料で、導入企業は社員に福利厚生として食事を提供しながら、コロナ禍で厳しい飲食店を支援できる仕組みになっています。ビズ飯を見て来てくださることで、知ってもらえるきっかけにつながるっていうのはすごく大きなメリットだと思います。この企業では新型コロナの中で取引先の飲食店の厳しい現状を目の当たりにし、ビズ飯の導入を決めたといいます。当初はお弁当を購入したりとかですね、持ち帰り用のオードブルを買ったりとかやってたものの、まあ、社員も飽きてきますんで、そういった意味ではちょっと違うコンテンツサービスを活用して飲食店の、まあ、サポートができればなと。またテレワークやリモートワークをしている社員でも使えるのが魅力で、今回はトライアル利用ですが、この会社では4月中に本格導入する予定です。飲食店を社員食堂として利用するこのサービス、現在全国でおよそ50の企業が導入を検討していますが、新たな飲食店支援の形として定着するのでしょうか。